アイドルとの合コンでテンション上がり気味の容疑者レン。ここでミニスカポリスに最初の任務が。では今から店員に扮したリコちゃんに部屋をちょっと覗いてもらいまして、どんな空気かを見てきてもらいたいと思います。リコちゃん可愛いからバレちゃう。そう、ここのね難しいもんね。リコちゃんが可愛いっていうところなんだよね。やったことないんですよ、こういう。我らが妹リコポリスが店員に変装して注文を取りに、果たしてうまく潜入できるのか。では潜入してまいりたいと思います。イケメンつまようじ、お決まりですか？あ、決まりました。ビールの人。はい、あ、今リコちゃんこれ、あ、ちょっと優しさ見せてるんじゃないですか。あ、あ、配ってますね、おしぼり配って、おしぼりを。あ、こういう気の使い方ができる方なんですね。あ、そうね、こういうポイント高いですね。あ、そうなんですか。あ、ちずみちゃんちょっとリコちゃん見てヘラヘラしてるね。嬉しそう。しいね。私はアイスがいっぱい入ったシャンディガフガの2階です。あ、どうもありがとうございます。はい、シャンディ、シャンディガフ、シャンディガフいっぱいね。はい、かしこまりました。かわいい、注文取ったリコちゃん。ご注文繰り返させていただいてよろしいですか？はい、生ビール2つと、はい、緑茶ハイ1つと、ウーロンハイ1つと、アイスがいっぱい入ったシャンディング。うん、お願いします。わかりました。リコちゃんってことにバレてないですね。バレてない。どうでもいいですけど、水飲みすぎて、さっきからやったのもうない。もうない。あ、今日なんか普通に打ち合わせだけ聞いてて、はい、それから今日はなんか親睦会があるから、お前行くぞって言われて、いや、行けないよね、本当にさっき。そうそう、結構信じ切ってんじゃないですか、もうすでに。騙されているとも知らず、偽合コンがスタート。誘導を終えた秋月店長とリコポリスがモニタールームに帰還。でももう結構、店仕切ってる感じで、意外と雰囲気は。なんだね、営業より楽しいです。楽しい、ね、これだって緊張してるってことはガチですもんね。あの、初めに買ってきたお茶、もうなくなっちゃってもうない。ゴクゴクゴク飲むから、カバで飲むから。でも、でもモテますからね。でも好き。はい、嘘つきよ。え、でもちょっと乗ってるぐらいの方が好きですよ。絶対自分いけます。ガリガリ乗るわしてる。本当に本当に、いや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 、うん、そこをつまむのが好き。あー、素敵素敵。ムニムニって気持ちいいですもんね。うん、私ぽっちゃり好きですよ。これなんか俺の味方が増えてきたぞ。え、アイミーどういう人好き？あ、でもちゃんと美意識が高い人です。あれって外見関係ないですもんね。どういう意味ですか？あ、ちゃんと腹筋とか、うん、自分が鍛えてたり、うん、え、でもしてそうですよね。してそう。いや、僕は全くしてないです。でもめっちゃなんか硬いですみたいな。したくないっすよ、もうプニプニスのビールポルスも。アイミーちょっと確かめてみて。いやいや、マジで本気でやばい。マジですか？本当、多分ビールポルス。いきます。あ、硬い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 。あ、震えてる震えてる。ボディタッチ、ボディタッチ。あ、すごいすごい、割れてるよ。じゃあそのままじゃあ下の方。こらこら、まだ入ってないから、アルコールが。ボディタッチ。早い乾杯に。早いな。ちょっと距離が。君は急ぎすぎてないか、大丈夫か。ちょっとこんなの、それくらいの話も本当に。あ、そうなんですか。うん、いや、爪楊枝っていうか、本当にもう羊店長から見たら、レイさんのタイプの子っていうのは多分、どの子ですか？多分ですけど、右側の子とか白い服、白い服の子は結構、好みなタイプなんじゃないですかね。あー、ちょっとギャルチックな子が多分、あー、なるほど。何かと右寄りになってきたんですよ。初め、初め右寄りになってきましたよね、あれ。体勢が。ちずみちゃんかわいそう。完璧。あんなに頑張ってるのちずみちゃん。完全に体があいみちゃんの方に向いてる。体が開いてるもんね、あいみちゃんにね。これ皆さんおいくつなの？私26です。26。若く見えます。そのままなんです。そのままなんです。え、マジですか？え、私は私28。あれ、うっせぇよ。うっせぇよ。22くらいですか？若いよね。私若いよね。20歳になりました。イエーイ。ピチピチギャルやん、マジ。ピチピチのギャル。
21です。僕たち21です。なんか若い感じがしたよ。お姉さんオーラ、お姉さんオーラ。いや、お酒も大丈夫、年関係ない、大丈夫です。あ、聞いた今、お酒の席は年は関係ないって。お、ありがとうございます。やったー。じゃあ、ちゃん、飲み物を運んできます。順調に親睦を深める合コンチーム、リコポリスが飲み物を運ぶ。モニター室を出て、VIP ルームを通り、ぐるりと回って合コンルームへ。小さな体に大人数の飲み物。こんなに可愛い働き者の店員が来たら、男性客は惚れちゃうかも。早速行ってきたいと思います。頑張れ、リコポリス。一方、合コンルームでは、打ち合わせで、はい、今日歌舞伎に来てこの時間に、はい、その予定が全部崩れての、はい、まさかの親睦会。気づいてない、気づいてない。間抜けですね。間抜けですね。やるかやちょっと距離が、もう距離がだん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 こう近づいてきてるんですよ ね、 すね。なんなら周りがフレームに見えてます。いや二人のフレームみたいにね、見えてますね。しずみちゃんは今ね、どんな気持ちでやってクッション一本も空いてますから、ね、お待たせいたします。はい、すごい。はい、あー、来た来た来た、生頼んでますからね。完璧オフモードですね。普段飲まねえの全然。あ、そうなんですか。お酒弱いんですか。弱いですね。酔うとどうなるんですか。うるさいですね。もうお姉さん可愛いですね。可愛い顔ちっちゃい。今日は何今日はちょっと仕事の親睦会で。君のカエラみたいで。ゆっくりどうぞ。俺の半分しか。切ないことちっちゃい声で言うの決まってます。できない。これ乾杯するときもね、なんか目合わせたりとか、まず最初に誰かやるかとか、なんかいろいろあるじゃないですか。お願いします。いただきます。いただきます。やっぱりです。乾杯。見ました、今完璧アイミとやりましたね。チーンってね、狙ってるんですかね。狙ってるんじゃないですかね、これね。アイミ狙いが濃厚になってきた容疑者、自己紹介に入り、話題は安藤ポリスの特技エアプロレスへ。これがセミなん。次はもう一人のホスト、真の自己紹介。いや、あれですよ、多分本名言いました。本名言いました。リアルな方言いましたね。11歳、独身の B 型乙女座です。結構飲ましちゃった方がいいかもしれないね。あー、ペースを飲める子好きぐらいで言ったら、じゃあ早速指令第1弾いきましょうか。第1弾ましょうか、はい、続いての任務はモニタールームから安藤ポリスへの指令。安藤ポリスはイヤホンマイクを装備しており、モニタールームからの声を受信できるのだ。これにより合コン会場の流れをコントロール。果たしてサナポリスはどんな指令を出すのか。アイカちゃん、マイクの音が聞こえてたらおしぼりをギュッてしてください。そうやってギュギュに。アイカちゃんにお知らせしたいことがあります。今映像みんなで見てるんですが、残念ながらアイカちゃんの顔が見えません。なのでアイカちゃんはテーブルら辺まで手を出して、いろいろこちらの指示が聞こえてたら合図を送ってください。では机をトントンしてください。机をトン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 。聞こえてますね、聞こえてますね。ドン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 。愛に心で愛みって言うんですよ。趣味は水泳と犬の散歩。犬2匹飼ってるんです。チワワ。あ、ワチチか。わかりました。冗談。寝り方もまた可愛いんですよ。あ、ちょっとごめんなさい、バカっぽいでしょ。そういうの好きなんで、こういうの好きな。大丈夫です、今回
ルターゲットバカっぽい大好きですから。もう自分の目で分かんないよね。どうなったこの間運動会のなんだっけ、運動着体操着着た時に超エロくて似合ってたの。もうシャメないの。シャメ、シャメは見たい見たい。ブルマ履いてたよね。マジで。そう。でね、おっぱいが一番でかいんですよ。細いのにおっぱいがでかいの。そう。ね。ありますか。見せて。大ちゃんなんですよ。見せてダメですよ。そして。あ、ありますか。ありますか。何カップ ？E.F カップです。E.F カップ。E.F カップ。ええ。ライスバディだからね。カップも手入れるんですね。初めて見たよ。ボディタッチ、ボディタッチ。嬉しい顔した。あら、ずっとサッカーやってて。かっこいい。似合いそう。本当ですか。サッカー少年。食べ物頼みました。頼んでた。はい。頼ませましょうか。頼ませましょう。女の子はどういう子が好きなの。僕ですか。うん。わがままの子。わがまま。アイミン超わがままじゃん。もうわがままじゃん。アイミンはもう。じゃあいつもいつも抱っこしてって言うから。クソガキやんなってたな。本当にわがままなんですよ。いつ言おうかなと思ったけど。めっちゃいいやんな。だってこんな可愛い子に抱っこしてって言われたらな。ねえ。鍛える鍛えるっつってね。ほんまに可愛い女の子の関西弁。どこ出身ですか。自己紹介で盛り上がる中、安藤ポリスが何をしていたのかというと、あいかちゃん、音声聞こえてたらおしぼりをギュッとしぼってパーンしてパッパッあいかちゃん、ご飯頼みましょうか。お腹すいたなとかって言って、はい、ギューそんでる。なんかちょっとお腹空いたね。あ、頼もう頼もう。店員さんを。あ、でもチーター続けて。はーい。ウインナー食べたい。あ。なんで早いんですか。徐々にヒートアップしてきた偽合コン。この後容疑者レイがノリノリに多分続いてるんでしょうね。しとしとと降り続ける冷たい雨。そんな雨、私は嫌いじゃない。辛いことや悲しいこと、生きていればもちろんたくさんあるけれど、いつか必ず幸せは訪れる。どんな雨も今まで止んできたように。